とやればできるっていう言葉なんですね。僕はよく総裁に言われてたんですね。やればできるって自分を信じて。ところがやらないとできないもんなんで、僕はやりたいと思ってます。よろしくお願いします。自分なりの試合がちゃんとできてれば、それなりに極真精神というものを証明できるはずなんです。相手を倒したいです。とにかくもう勝つっていうよりできるだけやっぱりもう KO を本当にしたいですね。極真での戦いでは華麗なフットワークとクレバーな技使いが印象的なニコラス・ペタス。これからはいたずらに K-1 に合わせることなく空手の良さを生かして戦うと言い切った。その境地に至ったペタスは K-1 でも自分らしさを発揮することだろう。極真魂を貫く戦いこそがペタスを勝利へと導く。1ラウンド開始のゴング、グローブをポーンと合わせました。画面右側ニコラス・ペタス、デンマーク極真会館。大会前に取材した時には僕はやはりニコラスが一番気合入ってるように見えましたね。そうですか。右ハイキック、そして右のロー、下段回し蹴りを見せてきます。とにかく空手にこだわった試合を今日は見せたい、そういうふうに話しておりました。ニコラス・ペタス、僕それでいいと思いますよ。やっぱねローミドルバンバン蹴って、で上下に散らしてね。そうですね、で動き回ってニコラスらしさを出せばね。空手の生命線と言われておりますこの下段回し蹴り、いわゆるローキックですが、これを出すためのポジショニング、ここに今回はこだわってきています。ニコラス・ペタス、オランダ修行を完工しました。ボスジムでね、ホーストとスパーリングをやってきたというニコラス・ペタスです。一方左側のピーター・バルガ、カンフーの世界チャンピオンという肩書きを持っております。いやこれバルガ選手ですね、カンフーだけじゃなくて本当柔道でもハンガリーでチャンピオンになったりとか、はい、6歳から柔道をやってると、あと指導官の大会でもチャンピオンになったりとかです、はい、キックボクシングチャンピオンなんですよね。憲法の経験もあるというふうに聞いております、はい、なんか武芸100般タイプですよね。そうですね、なんか自力のパワーがありそうな選手ですね。パワーありますよね。だから右の一発は気をつけた方がいいですね。パンチですか。そうですね、それ見てたら、特にパンチ力には定評があります。ピーター・バルガ、はい、特にパンチが得意だって言ってましたね。そうなんですね、でもねニコラス選手今日いいですよ、フットワーク使って左のローキックに右を合わせてきました。ピーター・バルガ、圧力がありますね、はい、もう一つ踏み込みが足りないか。右のローいい角度ですね。ニコラス選手打ち下ろすような右のロー、あれが草選手欲しいですよね。右のフック、さあパンチではピーター・バルガにも分があります。右のフック、パンチ強烈ですよ。そして左の下、大丈夫です、ちゃんとブロックしますよ。ここはブロックしています。ニコラス・ペタス選手上達してますね。このあたりがやはりボスジムでのスパーリング、その成果が出ています。ガードでは自分としても納得のいくレベルまで達したと話しておりました。どう嫌がってきてますよ。ローキックのダメージがだんだんと蓄積されてきているか。第1ラウンド残り時間の方がなくなってきます。ちょっとバランスを崩しました。右のローキック、ここで第1ラウンド終了です。またなんかニコラス選手にとっては本当にいい経験になるような相手ですね、今日も。そうですね、
ここまで4戦 K1 のリングで戦ってきました。 K1 のリングに合うようなそういう攻撃、その中で空手を生かしたい、そういう思いがあります。ニコラス・ペタス。バルガもでもちょっとこのやっぱり右のフックというのはパワーありますよ ね。これは一発当たれば分かんないですよ、はい、しかしここはガードしっかりしていきましたニコラス・ペタス。やっぱりあのバルガ選手はですね、それだけ格闘技でチャンピオンになってますから、はい、もう自力っていうのはすごいでしょうね。そうでしょうね、圧力というのを非常に感じさせる選手です、はい、両腕にはタトゥー、右の腕には宮本武蔵のタトゥーが彫られております。ピーター・バルガ、ハンガリーのカンフーマスター、対するデンマークのニコラス・ペタス。第2ラウンドに入ります。はい、あのニコラス選手右良かったですね。右のローをこだわって打っていきます。左のロー内股、あの右などを固めます。あのバルガ選手の右が強いのでもう一歩思い切りあれなんですよね、ニコラ選手が打ち込めないんですけど余裕はありますよね、はい、よく見てますよね。青い目でしっかりと相手を見据えております。今日のニコラス・ペタス。ニコラスやっぱ安定してきましたよね。安定感が出ましたから、これはスリップです。それと関東どうですか、あのポジショニングを、ね、相当こだわってきたということですが、はい、そうですね、それと本当に K1 の戦い方に一番慣れてきたのはニコラスじゃないですかね。あ、そうですか、ね、立ち位置もいいですか、はい、今日はすごくいいですよ。ブロックうまいし、はい、あのよく見てますしね、楽しんでますよ。あ、試合を楽しむレベルまで来てました、来てますね。右の服をかいくぐっていったニコラス・ペタス。いいな、ハイキック、いいハイキックですね。いい角度で入っていきました。2段蹴り、ミドルからスッと伸びていきました。慣れてくるとね、その空手で使った蹴りが使えるんですよね、はい、そこに出すまでの今まではいけてなかったんですね。どうしても顔怖かったんですね、はい、それがもう今顔に慣れてきてますから、慣れか。そして K のリングでの頂点を確実に見せております。あとはもう自分の空手信じることですね。やはりなかなかこう信じていくというのがグラウベフェイトーザもそうですけれども、そうです、できないんですってね。信じないとね、自分自身信じないと誰も信じられないじゃないですか。その思い、一茂さん、はい、やっぱりその極真魂というものはどうですか、同じ極真で修行されている一茂さんから見て。そうですね、もう本当にこれほどね、まあ、外国の方が、はい、日本の武道というものに対して、ね、でもこれちょっと聞いてるか、バルナが出ます。ここはバルナが出る、ニコラス頑張れ、左の膝、そして狙っている右のアップ、右のアップ耐えている、クリンチクリンチ、いやいい経験ですよこれ。ノリカさんもちょっと今ね悲鳴混じりでしたけど、こっちから入りましたね、ちょっと一発効きましたね、ちょっとね今激しい指示になります。ちょっと抜いたんですねニコラスがね、あフック油断しましたか。そうですね、でも前はあそこまで行かなかったですよね。左右のアッパー、そして左のフック、ピーター・バルガ、この辺りからその自力勝ってくるのか。でもニコラス選手の右のローキックも効いてくるはずですよ。左キック、あいいですね、ガードの隙をついていきました。左ハイ、ちょっと浅かったですね、やや浅いか。右のロー、下下といって上を狙っているか。今度はバルガの左ハイキック、いい試合ですね。残り30秒になります。第2ラウンド、左のミドル、これはガード、もっとミドル蹴ってほしいな。ミドルですか、うん、下見ちゃダメ、下見ちゃダメ、下見ちゃダメですよニコラスは。ちょっとガードの上からちょっと効いたかもなんですね。ガードをしてはいるんですが、ただバルガ選手ね、徐々にニコラスがローキック効いてますよ、効いてますね、もう一発蹴ってほしい。出てこれなくなったね、肩のあたり汗が光り始めました両者。そうですね、そこで第2ラウンド終了です。ゆっくりゆっくりとコーナーに戻るニコラス・ペタスです。ボクシングにも自信を持つバルガの本領が発揮されたこのラウンド、ペタスは窮地に陥った。だがこれまでにない練習量がペタスを踏みとどまらせる。追い込まれても決して相手の隙を見逃さない冷静さが身についていた。あと少しハードヒットすれば倒せたハイキック、だがこの一撃でバルガも踏み込めなくなった。セコンドアウト、セコンドアウト、第3ラウンドのゴング、横浜アリーナ超満員、右のアッパー、左フック。ニコラス選手このラウンド勝負だと思うんですけどね、ここで勝負ですが、ここでちょっと挽回しとかないと、はい、
右のローキック。序盤はローを蹴ってほしいですよね。バルガが出てくるところ、そこをローで行きたい。あ、いいですね。ミドル、バルガ選手がちょっとやっぱスタミナがだんだん切れてくると思いますんで、表情がやや険しくなりました、バルガです。いや、ローキック効いてますよ。効いてますか。効いてますよね。あの上から落とすね、なんですか、あの体独特のローキックですね。一旦振り上げるような形で、ちょっと角度がある、ね、膝頭の外側に狙うあたりですね。いや、バルガ選手ちょっと右のさっき あのミコラ選手の前蹴りがね、ちょっとカウンター蹴りに入ったような感じするんですけど、ね、はい、右ストレートを後ろした、ナイスパンチですね。ニコラスペタスワンツーで、でもあくまでもニコラス選手は倒すとすればローですね。ローキックですか、もう結構足は紫色になってますね、そのあたりが長嶋さん、はい、空手にこだわっていた。チャンス、チャンス、チャンス、チャンスですよ、チャンス、ニコラスチャンス、チャンスですよ、みんな聞いています、チャンスですよ。さあニコラス、このチャンスをものにできるか。なんか空手らしい試合になってきましたね。パンチで対抗する、ちょっと緊張したな、このパンチもニコラス、あのアッパー消せばいいですね。右のフック強いですね。そうですね、強い。パワーがあります、ピーター・バルガ。パワーありますよ、右のローキック、こだわり、効いた、効いた、効いた、うん、さあ、これが極真の蹴り、まずは第3ラウンド、1点目のダウン、立てないか、立てないか、立てない、立てない、立てない、ニコラス・ペタス、ノックアウト勝利、極真のニコラスが、こだわってこだわって、下段回し蹴り、空手からしい試合です。なんかハラハラさせますね、でも本当になんか感情移入しちゃいますよね、選手は。何か本当に鋭いナイフの刃の上を渡るかのような危うさもありましたが、そうですね、ほっと一息、笑顔に変わりました。もう本当になんかあの空手らしい試合でしたね。本当そうですね、空手が勝つ時はこういう試合だっていう、そこは長嶋さんに伺いましょうか。はい、いやもう本当に動きもすごく良くなったと思いますし、あの本当に感情したように K1 のルールに慣れてきたのかなっていうのが見えましたよね。膝の上のピンポイントを狙って1ラウンドから蹴り続けた下段回し蹴り、空手を信じたこの攻撃がKO に至った。また一歩ペタスはアンディに近づいた。まあ、だけど本当にニコラ選手は感情移入をさせてくれる、もう外国人選手です ね、 なんかアンディにフグに似たですね。ニコラスペタスは大きなこの K1 での夢がある、そういうふうに語りました。その夢は明らかにして今はくれませんが、いや、おそらく K の頂点を、チャンピオンになってもらいたいですよ。見ているということですよね。本当に優勝してもらいたいですね。久しぶりにこの K のリングで戦って初めて見せる笑顔でした。ニコラス・ペタス、ピーター・バルガを下段回し蹴り、ノックアウト勝利収めております。バルガー、バルガー、勝った勝ったと吠えながら花道を下がっていきます。ニコラス・ペタス、ようやく極真魂、その片鱗を見せつけるような戦いぶりでした。試合を終えた後の笑顔が非常に印象的でした。ニコラス・ペタス、これをきっかけにまた一つ上の段階に上っていくことでしょう。ピーター・バルガを下段回し蹴り、ローキックでノックアウト勝利収めました。思ったよりちょっと動けなかったな、硬かった、硬かった。今日道着で入場してなかったんで、もう戦うだけでも頭に入ってて、気がある暇なかったっていうか、気持ちがもう戦う戦うだけで思った。いや、俺もいいし、まあ、2ローで決めようと、もう最初から決めてたんで、いつか倒れると思った、まあ、時間の問題だけだと思ってたんで、それなりに、それなりにっていうか、思ったより相手はパンチがあって、で、試合とかビデオで見せてもらったんですけど、その時は、大丈夫かなって思ってた。ちょっと余裕持ちすぎだった感じで、まあ油断はしなかったんですけど、あのちょっとある時に相手のリズムにちょっとハマった時があって、ちょっとその辺は後でゆっくりとビデオで研究したいなと思って思います。はい、それはファンの皆さんに、はい、もっと早く決めたかったんですいませんでした。また次の試合で応援してください。Nothing to say. He was great. He was great. I mean, I think he should wait a little bit more. Don't be too, not go in a hurry to knock the guy out. Wait, wait. Be patient.
So are you proud of him in this win? Of course, very much. So, and when do you come back to the K-1 Grand Prix? Who knows? Japanese people, you're really looking hard to your fight in K-1 Ring. Okay, think about. Thank you very much. It looked bad. It was good. And then you kick him, and then wait! Yes! I think it was a good fight, but my leg is... Man, my knee... break down. Sorry. No, kids, no problem. Just my knee. Three times. He was three times. And my leg. Again. Fuck.